今日来たひな君たちで、もうやっぱこれが一番神経質なんでね、今日来た中では。これからやってみます。朝と昼過ぎに一回やったんですけどね、ほんと舐めるように。最初はね、これがやっぱ苦労するところですね。でもまあいくらかはほら食べ始めてますからね、自分自力でちょこちょこあったかいところを取ってるんですね、はい、これは秋草のルビノーです。ルキノーとドウズを掛け合わせたらこれが生まれるそうですよ。はい、もう一回やりますからね、うち差し入れ大体4回ですから、今度寝る前にもう一度やるから、少し少なめでも平気だと思いますね。とにかく食べるの悪いのはもう回数増やすしかないですからね。豆ドリハなんかも私も1日6回ぐらいやってたヒナもいますよ。するとこの1回では冷えてしまいますから、ちょっとこれぐらいにして。